看護の原くん、いつも楽しみに見てます。楽しく見てます。中田秀俊は、今の現役選手で言うと、海外選手含めると誰が近い選手になりますか？ああ、誰だろうな。ボール運べて、キーパス出せて、サッカー IQ 高いみたいな感じ？うん。だけど、足元はそんな柔らかい感じでもないみたいな。どっちかっていうと、フィジカルだったりとか、ボールの、ああ、だからあれかな。クロスが武器じゃないデブライネみたいな感じだな。クロスは武器になってないデブライネに近いんじゃないですか？ああ、コバチッチね。確かコバチッチが、もうちょっとキープ力なくなって、スルーパスが上手くなったみたいな感じですかね。でも僕も90分中田のことを見た試合が、この仕事してからは、1、2試合しか多分ないんで、ワールドカップのね、2002年とか。そもそもレシピゴミじゃ素材は生きねえよ。オタクとゲームで手を組む時代の幕開け。チケ損失も驚く準備は試合の数だけ。